これあと3回か。地味にやってる。地味に。今日なんかオーバーウォッチなんかキャンペーンかなんかするの？キャンペーン。キャンペーン。なんか3000万人突破みたいな。まもなくバトル開始。よし、まあそのなんだろう、プレフォーだけじゃなくてその、まあ、全部ひっくるめるだけで。Xbox One とかでしょ。そうでも PC がやっぱ一番人口多いらしい。しまったキャラ選べなかった。あ、でもありますよ。PS4。PS4 が半分以上じゃないっけ。あ、そう。ハルト使うんですね。違う、ユタ戦に行ったら間に合わなくて、はい、やめだ、やるぞ、はい。我が輩の後ろへ。決めろ。ちょっと君で見えない。左に穴がいた。山下がれ、お前氷の上に乗ってるぞ。前出た。ああ。完全にベターされてる。我が輩が盾になる。もちろん前でよ。僕が来てる。この間にバラがなんかしてくれればいいんだけど。左穴。チームメイトが排除されました。ってことは後ろ来てる。いや正面から穴にやられたな。どこからでもかかってくるがいい。もちろん前行く。似合ってる。え、分断された。すごい。落ちた。間違えた。何があった。マジ使え。山田行こう。はい、後ろ、君の後ろ。もうちょっと豚来てくたらな。凍った。捕まった。死んだ。どこ。コンタクト乾いてきた。準備しとけ、こんな。まもなくバトル開始。ロードホックリックしたかっただけなんだ。一試合捨てしまったよ。俺が全部ぶっ壊してやる。もういいじゃん、やるじゃん。あ、寝てしまった。やばい、助けて。お前だけでも殺す。ナイスヒール。そっち来てるかも。ヒールくれ。あ、間に合わなかった。ちょっとね、建物の中はね、きついよね。攻撃力上昇。勝者スコア1-1。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。しては使えないか。とりあえずファラマシでくっついて飛んでもらえれば、うん、みんながそうやって上見てる間に俺が下から吸うみたいな。そうかな。それじゃないんですよ、さ。あ、僕のファラ飛ばないな。飛べない系ファラ。よいしょ、よいしょ。ちゃんと要所要所で飛ぶか。いるよ、入り口に。いいぞ、待てろ。
寝た寝た。うえい。危ねえ危ねえ、ナイスいいナイスいい。まあ、ほら、顔出して。待って、捕まったけど。力がみなぎる。犠牲が必要ですか？あ、無理。チームメイトが終了のお知らせ。これはもう渡し気ですわ、さすがに。うわさっき、あれ、フリークイックマッチでマーシーが2人持ってて。そうそう、諦めなきゃいけない。何みたいな。何があったのって。リア。勝てないな。やっぱまず豚以外をホックで潰して、豚を最後に人数差で潰すっていう戦い方が、穴がね強いんだって。2人に対して寝かされるから。うん、豚結構ね。穴と行動してる。これ強いんですよ、メイさん。で、アナのこの回復できない。あ、終わった、これ終わった。いや、豚目強いわ。豚目アナやばいな。来てるかもな。あれ、あ、まん強い。メイで動けなくなるし、アナで回復できなくなるし、豚でホックできなくなるし。道ができたぞ。チームメイトが排除されました。はい。強いぞ。あのこの能力あったの俺知らなかった。何？回復できなくするやつ。ビンね。で、味方は回復量が上がるっていうね。アナ練習しよう。アナね、攻めはね、アナあったと思うんだよね。あのポイントス系の攻めは、うん、花村とか。あれもあるか、よくらアナ練習しなかったっけ。アナはやってるけど、でもやっぱ今回しが強いよね。昨日だったっけ、回しぬるっとやられて終わったと思って、こっち壊滅した時にまたこっちの回しが復活させて、死ななければ強いもんな。ヒーローを選択してください。回しおっとビザレクどうしよう。俺が全部ぶっ壊してやる。これとあの蘇生もできんの？ちゃんとできないできない。多分できないはず。でウルト死んでるから。ウルトなしだよね。なかなか致命的だ。こいつ俺のこと回復してくれないんだけど。もう俺にくっついたもん。楽だぞ、ロードホークがいないだけで。そこいる？いたね。いたけど。チームメイトが排除されました。
すが忍者の兄貴、戦い方がもうすでに。いた。あっちの建物の下にいた。粘ってくれ。あ、上行った。うわ、マジか。あ、あとちょっとだ、あとちょっと。挟め。なんでだよ。勝者スコア1対0。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。敵にホックがいないだけでこんな楽。久しぶりに普通のスキンのゴリラ見た。衝突猛進だ。ナイスナイス。ルシオじゃん。受けてるし、やった。そっち。やった。オッケー。助かった。スコア2対0。まもなくバトル開始。これは勝てるぞ。ヒーローを選択して。敵2人足。かわいそうに。2人でサポートしよう。絶対負けないじゃん。うん。死亡フラグだ。これ絶対負けないじゃん。これ絶対勝ったじゃん。マッチポイント。マリオを掘った。やば、結構簡単かった。ああ、マリオ。もう使ってしまったという。だよね、俺もなんか初期地点にいる気がした。こっちに来い。これで思う。あ、ショット、あ、最低。こんなことが許されるの。目が出た瞬間蘇生できんのか。え、これさっきからってそんな戻す、簡単に戻せんの。いや、めっちゃリキャス長かった、早かった、ね、めっちゃ早かった。スキルかと思ったもん。アビリティウッドだけど、ね、まあ、相当豚にヒットさせてたから。コールあるある動き。ピョピョコピョコ。やっと勝った。こうなると楽しいですけどね。うん、勝てればね。このゲーム勝てれば神ゲーだから。あ、負けたらクソゲー。クソゲーだから。マジクソゲー。PS4 まれに見るクソゲー。勝てれば PS4 史上最高の神ゲーに。
味方がある程度真面目な人だけだったらね、うん、あのクソこなすんだろクソピックされたり捨てゲーされたりするとね、うん、とりあえずマップが3つ追加だったはずオーバーウォッチそれは確定で、うん、作ってるっつってた、うん、DLC じゃないからいいよねただだからねえそれはちょっと嬉しいコールすぐ1600円じゃって言いますマップ4つ追加しますっつってゾンビモード追加です TO3 なんかやってたの最後あの今までのゾンビモードが入ってるやつそうなの昨日とか昨日覚えてる、覚えてるあと山田が怒られたムなんだっけステーションステーションステーションムーンじゃなかったっけムーンっけ、うん、窓ガラスはいやまだ懐かしいマップがいっぱいあったよいいねホックがいたらホックを眠らせてあの瓶を当てて、あと2人でゴリをすればだって。基本俺の近くに、近くつかまあ、かられない程度のところに。あっちに。眠るのが、あっちで。あ、それじゃがいる、助けて。せがのどこ？うわ、当てたのに。まあまあまあ敵にあれがいないからホッキがいないからワンチャンある全にあったとこ行ったよく倒しね全にあった後ろ危ない後ろあ後ろ向いてるめんどくさ痛いマジこれチートだヘルス全開グッバイ勝者1-0まもなくバトル開始ヒーローあのらしいこと一瞬も見なかったけどいや眠らしてちゃんと超ロング距離をちゃんと気がついたら死んでた期間限定の無料プレイが5月27日からこれかおーかもあトレジャーボックスの中10個でももらえんのマジで終わんな右から行くかあたりとか EAA にかけおいいじゃんどうすかねトレーサーがぼっちかこのパーティー危ねえ危ねえ頑張ってもうちょっと待ってああマークリーさんなんで二人ともかられとんねん回復がね、間に合わなかったどうしようどうしよう HP200 はやっぱり秒だなやばいやられてるね彼無理でしょスコア1-1ゲラゲラ間もなくバトル開始プロジェクトねオーバーウォッチ無料プレイだPC 版ちょっとやってみようかな今日何日だ18かまだまだ27 3 2 1
この記事にトレジャーボックスは書いてなかった。あのトレーサーがマジめんどくさいわ。あ、今来てるよ。敵が来るぞ。まだいたんだけどね。敵を排除。おお、ナイス。ソンブレットか。いった。アナロー、アナロー、アナロー。ナイスマリア。マジか、ナイス、ナイス。うわ、本当無双してる。本当無双と思うんだけど。ああ、射程距離で落ちたりすると燃えてるし。あれ何なの？あれで、ね、活躍してたら燃える。あの、ね、連続何ギルとかマルチキルとかしたらオンファイアってんだけど、あれしてたら活躍してんだなみたいな。あ、特にそれ以外のあれはないけど、まあ、でも活躍したら。でもプロミスとかマジ半分オンファイアとかいるから。これ穴で今2割ぐらい全体の。降りてったね。ほぼチームメイトが排除されました。あそこの右上にいっぱいいる。ねえ、バリアのタイミング合わせていくか。ゲンジさんがいるよ。マジか。あれ、あいつは破壊神全にあった。一瞬で溶けたんだ。ロブつけられたら一瞬だよ。 1.3 倍だもん。何でいこうかな。そんな俺キャラいない。これを機に増やすんだよ。エリミネーションとクイックマッチと。マジかよ、なんで最強じゃん。自己ヒーラーに凍らせられるし。そうです、操作です見る。いや、一緒に行動しよう。見つけた。敵を排除。まず全員やったからだ。降りてきたらもう捕まえるけど。どこ行った？山田、山田、上、全員やった。死んだ。拳銃。殺せろ、殺せ、あ、これにある。あ、チームメイトが排除されました。はい、はい。こんなパーティーに負けるなんて。どうぞ。でもなんかうまかった。まもなくエコポイントアンタークティカに到着。マジで来ないね。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。上げてけ。俺が全部ぶっ壊してやる。ファイト。よし、開始だ。俺、これ何？ソンブラってやつ。そうそうそう、ハッキングして敵のウルトを使えなくして消えられるかな、同盟に。裏からこっちに来い。敵を排除。撃たれる。
山透明やって後ろから反動。そこに食べるっすか。スコア。でもソンバルめっちゃうまい人いたなと。ずっとあのヒットランみたいなやつと。ああ。フルマガで打ち切っても殺せない時あるからね。あ、そうなの。でもソンブラの EMP のリキャスト時間短いから、あれだったらさ敵ウルトハゲないから、うん、マーシーのイザレクだったり全員下の交際とかカウンターしているから確実に殲滅できる。もう範囲にいる敵だけだけど、ホック出てきたよ、バスティオン出てきたよ。あ、ほんとおかしい。敵を排除。やったぜ。俺が消えて早く。いい仕事。早く。ちゃんと裏取りしてきてる。捕まえた方が負けるなぜこれ。そうなの。そうなぜか。まもなくバトル開始。フックのタイミング。フックでフックして打てば。俺が全部ぶっ壊しちゃう。ワン。マッチポイント。敵の姿を確認。気をつけろ、ジャングラがポンポンしてるから。こっちに来い。敵を排除。マジ最悪。言うたかな。いや、裏取りしてさ、ニヤニヤしながら近づいたらさ、あの罠に引っかかるっていう。これで終わらす。スコア2-1。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。俺が全部ぶっ壊してやる。ワン、ファイト、マッチポイント。ナイス。敵を排除。いい勝ち方だ。カオ君を。山田さん。クマツキシクールカッコ。今でクロックしてしまうのかお前。まもなくエコポイントアンタークティカに到着。まもなくバトル開始。
ヒーローを選択してください。それが全部ぶっ壊しちゃったか。反則強化入るらしいしね。まだ当たってないけど、次のパッチでソルジャーは弱体化したら。え、待って待って、いすぎー。左の右側の建物、右、あ、ザリエだ、ザリエだ。あの反射弓みたいなのがあるんだって。丸ボタンで、あ、丸ボタンか分かんないか。呼ばれた今。なんかおもちゃの弓矢ぐらいしか飛ばなかったなんか全然引かなかったの。いるんだよね、弓絞らないで撃つやつ。モンハンにもいるんだよね。連電だけ。超えられない壁。チームメイトがスコア0対1。まもなくバトル開始。まずいな、3人で行動してるのはきついぞ。俺たちも3人で行動しよう。バスハル。うん。俺あれで旋回目があれで、何フロアがってまたコンタクト。今どこ上や。0対2。いや、俺がハルト。間もなくバトル開始。それとヒーローを選択してください。イーストンでいいよお前らのって。マジ？あなた豚を寝かしてくれれば。どうすかね。危険ですね。バリアの後ろの下。ブタンの後ろ。ナイスヒール。ザリアローだ、ザリアロー。まずいな、しまった。寝かせて、ナイス。こっちに来い。
よし、下がろう、一回下がろう。調査完了、はい、力を見せてやれ。スイマに飲まれる。処刑。スコア。あ、強い、やっぱり。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。全部壊してやる。2連敗したくない。マジ。敵を排除。チームメイトが排除されました。チームメイトが排除されました。そんぐらいやられた。後ろから来たね。消えて。ハッキングされてたもん、ね。何かを変える必要があるか。ロブフクと何組ませようかな。ん？ロブフクと何か組ませようかな。何で何で練習しようかな。ここでメガネ買ったの。このメガネ買ったらしいよ。しかも始終メガネで行動してたらしいからね。始終ずっと。ああね、なんで。もうここ良くないけど。池田名誉かったっけ？うん。あいつら上がんだよね。だよ確か。目は良かった。目が悪くなり夢夢見た。視力 0.2 ですとか言われて。はって免許車乗れないじゃんみたいな。終わったーとか言ってて夢か夢だったあれは縁起でもない夢だ5月24からやな ここだねあここじゃないこれだねやつうん。キチガイじゃん。サマーゲーム懐かしい。ルシオボールっていう神ゲーがあったな。ルシオボール2対2か3対3なんだけどサッカーみたいな、うん、ルシオしか使えないんだけどルシオで飛ばすサイク、ね、あれでボールをゴールに入れるっていうゲーム誰か一人キーパーしろとか言ってキーパーいねえぞとか言って楽しかったなほどオリンピックの時期にあったやつなんだけどなんかもっと増やしたじゃんサッカー、バスケとかバスケットボールとか俺はあるんだからまもなくバトル開始ヒーローを選択してください
全部ぶっ壊してやる。ファイト。まだが一匹頭数を減らしてくれた。敵の姿を確認。あれがいるわ、ウィドウメーカーが。マジかよ、倒せんかった。あぶねえ。まあでももうウィドウはもう虫の息やね。ちょこっとだ。まあ足がいるからね。マジ。本当だ。もう厳しいだろこれ火力的に。こっちよ。いやまだ読んでるぞマシが。でもマシがヒールしたらバレるというね。チームに直してやりました。チームメイトがスコア0-1。このままではマシピックは何なんだ。腹がいるならマシ。これハッキングしてさ、うん、こいつ死んだらどうなるの？ゲインのハック。あ、どうだろう。なんか消えそうだけどね、全員やったみたいに。全員やったらオーブつけたら消える。敵見つけたら最初にやっぱハックした方がいいのか。裏取って、うん、あ、それじゃ出してくれた方が助かるわ。でもそっち側にもいる。どれもな捕まった。よっしゃ、ラッキー。ビドウだのね。チームメイトが入る。あとマーシーだけじゃん。もう終わったなこれ。あ、味方がやられたのね。敵を排除。マジっすね。毒ガス、やばい、落ちるんじゃね。あぶね。勝者。スコア1-1。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。いや、ロドホだな。ロドホいかに倒すかだこのゲーム。僕はロドホを見つけてハックして戻って。一緒に行動しないとダメだな。ハックしたら俺が捕まえて。はい、スクリーン。こっちから行くぞ。ちょっと待って、リーコ置く。それ時間決まってるでしょ。そうなの？置いてから何秒って決まってる。いい、そうなんだ。出てるでしょ、カウントが。出てる。だから戻らなかったのか。そらそうよ。強すぎるわ。おい、ハックしたぞ。ハックしたぞ。ハルトステイよ。いや、出た。いや、前の豚さんが来てるよ。この豚見えてるね、みんな。あ、俺だけだったか。くっそ、回復ついてるもんね。パルスボムとなんかでアンちゃんって感じかな。あ、もうさ、チームメイトが排除されました。後ろ歩きでめっちゃ逃げて。寂しかった。後ろ歩きでめっちゃ逃げて。ここでよし。英雄は死なず。あ、リザレク復活するんだ。ラインハルト復活してる。誰か私を呼んだ。殺された。お前マシに M で負けてんじゃねえ。ほら怒ってサンブラ取ってじゃん。サンブラ任せたわもう。ギリギリでやっぱりそれじゃ勝てる。
ソンブラ使わせないよ。ソンブラさんやられた。ダメだ。無理だ。チームメイトが排除されました。チームメイトが排除されました。はい、勝てたい。あと一勝ができない。ちょっと釣りすぎだな、バラバラに。マジかい。何？あ、引いたの？いや、また。うん、レジェンド引いたんだけどさ、また。おぉ。ウィードを引いたんだって。うん、持ってるやつ。もうウィードをさ、俺、レジェンド3つぐらいすでに持ってるんだけど。同じキャラに被ってるって。まあ、でもその、同じキャラだけど、違うレジェンドスキンってのもすごいね。3回連続。ウィドウ。しかもさ、同じやつか。あの同じ衣装 の、 あの色違いからさ、あちょいらない。 2種類だからね、既存のレジェンドって、うん、ウィドウはあのスナイパーみたいなやつだっけ。うん、ハントレスが一番いいかな。あ、ハントレス持ってる。この4つの中だったらオディールとオデット外れるでしょこれ。あ、そのオディールとオデット持ってない。ノワールがいいな。うん、触れてたみたいな。タロンが一番まともじゃない、人間みたいな色してる。肌が確かに。ウィンストのレジェンド欲しいな、なんかいいのあるっけ、ウィンスト。あの期間限定の EAT でしょ。 EAT とウーコン。ウーコン普通の微妙だもんね。え、ロードホックはね、このサメみたいなのがいいんだよね。いいよね、あれ。マコってのが一番いい。あ、これマコね。赤いバンダナ巻いてサメの、うん、サメがいいよね。豚なのにサメとは。これいかに、これいかに。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。お前の仕事は決して死なずにウルトを貯めることだ。復活することが分かったからね。そうだね、やっぱり復活させてた気分が。うしょ聞いてラインハルトがゲームがいてた、ね、あっちから多分ね、結構行く。やばい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 。ザリアル、ううってめっちゃ聞こえる。助けて後ろ。君たちどこだ。スナイパー全然ザリアがどの方向行ってくれない。押してくれ、やばいよ。あ、君か。ずらして行かれたな。敵を排除。
どくせえなあいつ。くそ。今の適当すぎたな。もう待てよか。あ。もう待っててくれるの待っとこうと思ったけど。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。今1ゼロ。俺が全部ぶっ壊してやる。ワンファイト。どこ助けて。何がいい。ザリアさんの手を噛んだ。ファーンってやられた。それただ助けて助けて。トレーサーがマジでめんどくさい。当たらんね。もう捕まえてしまえばいいんだけど、こうやってこうやって消えた。マジかよ。ハルトを先頭にして、俺が全部ぶっ壊して、間からザリアを取って、マッチポイント。どっちどっちね。落ちるよ、パラが。あっちもどうぞ、本当に。手にあったか。敵を排除。やばい、生きてるようなの方が。しかも金かい。金的、うん、ザリアやられてないよね、まだ。数的にはだいぶいいんだ。チームメイトが排除されるやばい、前に後ろ来てない。後ろ俺が戦ってる。いい感じのホックの射程に入れば取れるんだけど。いやー捕まったよね。ファラにかき回された感じ。パナイ、ね、いい感じ。いや今の屋内で戦うべきだったね。ヒーローを選択してください。視聴中が2になった。これだって誰が見てんだ。俺が全部ぶっ壊してやる。また腹来たな。ガチった。え、こっちいるじゃん。おじゃあ、ついた。後ろに移動してください。マジ？ナイス。
つらタンクキラー。そっか、ロードホックにはあいつでいけばいいのか。オリーサで敵を排除、とどめさせ逃げるヒーラーを容赦なく追い回す人のクズだ。いやいいね、プレイオブザゲーム、やったかったよ。やっぱバスティオンならだからロドホもゴリゴリ削れる。じゃあ一回クイック行こう、挟んで、うん、66に移動します。ルート66、身を捨てても容疑は捨てず。まもなく突入します。ヒーローを選択してください。あれ、みんな決めない。二人は何をピックするの？身を捨てても容疑は捨てず。みんなで栄光を勝ち取ろうぞ。クイックマッチとは思えない。まともな心を空にし任務に専心しろ。何まともなの？まだまともじゃない。オフェンス5とかじゃないし。ヒーラーが2人いるだけで感動もんでしょ。やば、パラがさすが待ち構えてるね。本当だ、この破壊するわ。パラはマクリがいるから大丈夫よ。マクリアンジヒーローなの？え？アンジヒーローなの？でだよ、マクリーとかソルジャーとかの即弾チャックのやつ撃った瞬間敵に当たる。バリアっすよ。あこの剥がし切れた時にでもあのフラバカじゃないか。こっちに水音近い。やべえな。ありがとう。風と風。ペイロードがもう。あ、帰ってきたね。あらまあ。
テレポーターを発見。テレポーターあるのか。来るがいい。出てきた瞬間死ぬと。テレポーター壊してくれたんっけ。これは早い。ナイスリーバーを。シールドジェネッタか。この感じなんかディズニーのアトラクションみたいな。これあのカリブの海賊みたいな。いやシールドダメだ、強え。うわこれ強えな。メタルのレーザーほっとくとやばいな。3秒あったら火力が上がってくる。いや英雄は死なず。来るがいい。もう5歳かお前の。敵は死ぬかもしれない。不審の剣を喰らえ。クソが当たんなかった。あ、怒った。正義の雨に裁かれろ。チームキルかな。まだ戦の途中だ。山田はもう前に出て、ああ死んだ。つだめ。わかります。行こう。敵はシールドジェネレーターを利用している。ザリアのバリアがやべえ。完全にファラマスだ。おい、打ち方始め。俺は早い。反撃を見せて。凍ったし。敵はシールドジェネレーターを利用している。しょうがない、帰るしかないこれは。兵士になる覚悟はあるか。敵発見。シールドジェネレーターを探せ。そうなんですよね、シールドジェネレーターなんですよね。何を隠して、リロードを前に進めるぞ。山田しよう。必要な犠牲だ。リロードを越えて。これがアメリカ人の戦いだ。これでどう。
どこどこ壊せよ。敵のシールドジェネレーターを。うわ、二人持ってかれたか。悠長にペイロードに乗ってるやつが一人いた。まだ死ぬには早い。アルティメット行けますよ。ペイロードが歩み始める。おい、撃ち方始め。必要なやつはいるか。何度やられようが諦めはしない。敵はシールドジェネレーターを利用している。ありえない破るんだろ。上から失礼します。やっちゃった。これ前も楽しいやつライトニングさせながらイヤホンがさせないっていうやつ。俺の目から逃げることはできる。障害の排除やってやる。いかんぜよ。ブルートゥースのイヤホン買うしかないですね。勝ったのがめっちゃしょぼいやつでさ、赤ったのやられようが諦めはしない。勝ったのがランニング用のやつだな。あ、中国製なのってすぐ中国製買う。あの説明書まで日本語がないでしょ。まあないよね。なかったか。結構当てないといけない。結構当てないといけない。ハリケーン低いからね、普通にやるから、ね。
弱ってるキャラを殺す分には最強だと思うけど、風切りがリキャストするから力当てんのはめんどくさいよね。今日願いたい終わるかな。終わるか。うん、明日までね、イヤホン準備しとく。おい、じゃあお疲れ様。じゃあね。おい。